神様からのアドバイスをお伝えしている運徳俊英でございます。神様は見えない、聞こえない、一般的な人、ミキです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は群馬県在住の徳川家光公、側近家臣の子孫の方がご先祖様のお導きにより上野の源流院へ行った時に起きた驚愕エピソードの数々をご紹介させていただきます。驚愕エピソードですか。もうね、びっくりなことがてんこ盛りだったんですけど、そのお話をさせていただく前に、今回上野の源流院に至るまでの流れを少しご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと遡るんですけれども、家光公側近家臣の子孫の方より日光東照宮近くに家臣巡視の墓があると伺い、たまたまその近くを通ったのでお参りに寄らせていただいたんです。すると直感的に、あ、ここではないって感じたので、その家臣のお名前を調べたところ、上野にある源流院に眠られていることが分かりました。群馬からわざわざ上野の源流院まで行ったんですね。そうなんです。ルーツをたどってご先祖様にご挨拶に伺う流れって、先日紹介した動画、自分だけのパワースポット相馬神社ともシンクロしますよね。はい、そうですね。でその時の動画もよろしかったら概要欄よりご覧ください。ご自身のルーツをたどって本来お参りすべきご先祖様のお墓参りをされた時、どんなことが起こったのかをご紹介させていただきます。よろしくお願いします。というわけで、源流院にお電話させていただき、その家臣のお名前を伝えたところ、まさしくその方のお墓があるってことが分かったんです。でお墓の門には厳重に鍵がかけられており、お墓参りには予約が必要とのことでしたので、家臣子孫の方と数名でのお参りを予約させていただきました。鍵を開けていただき、ご先祖様にご挨拶することができたんですね。そうなんです。そしてここから先のお話を進める前に、今日はご紹介したい方がいらっしゃいます。気候師でありテラヘルツアーティストの源さんこと山寺雄二さんです。源さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。源さんこと山寺雄二です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。源さんは20代の頃霊能者として活動していた経験から、自分で自分を整えられるようになることが一番大切と感じ、その気づきや手助けとなるよう気候やテラヘルツを広めることをライフワークとされています。私とミキさんは数年前から源さんとご縁をいただいていたんですけれども、実は家臣の子孫の方も源流院へ行く数日前に源さんとご縁をいただいていたんです。源さんに源流院へ行くことをお伝えしましたら、ご一緒してくださることになったんです。話をね、伺って上野に源流院ってところに行くっていう話をね、運徳秀英さんからいただいて、でその流れで上野ってピンときたのが、5年前に上野公園でね、目に見えない存在を霊を、映画に連れてほしいっていう映画の依頼があって、それを上野で撮影を撮るときに一番最初に行ったところが、まさにその源流院のそのお墓の門に鍵がかかっているところ。そこには東京大震災かな、空襲とか の慰霊碑があるんですよ。一番最初にお参りしてから、お墓はねお参りできなかったんですけど、何があるか分からなかったんですけど、なんかすごい人たちのお墓があるんだなっていうのはあって、そこをお参りしてからの、上野の撮影に入ったっていう場所だったんですよね。まさかここの中に入れるんだな、入ってお参りできるなんて夢にも思わなかったんで、これもなんか5年越しに入れたっていう形ですごく導かれたなと思ってね、深い思いがこう込み上げてくるような感じでしたね。なんかお話聞いてるだけですごいですよね。まさになんかこうね、源流院にご縁がある方々がこうして集まってご挨拶することになるなんて、なんか本当にまさにご先祖様のお導きを感じますよね。いやいや、ミキさん、ご縁のつながりはこんなもんじゃなかったんです。すごいんですけど、もう十分こんなもんじゃないですか。はい、実は源流院のご住職様は群馬県出身で、なんと子孫の方の隣町の方だったんです。
同じ土地の出身の方だったんですか。はい、さらに群馬にいらっしゃるご住職様の名簿さんは、今回ご挨拶に伺った家臣の子孫の方が経営されてるスクールの生徒さんだったんです。そんなことってあるんですか。もうつながりまくりじゃないですか。実は私自身もどうしても伺いたかった場所があったんですけれども、そこは予約すら受け付けていない場所だったんですね。で、なんとご住職が今度ご案内してくださることになったんです。普通は入れない場所に案内していただけることになったんですか。そうなんです。もうね、びっくりしました。そうですね、そういったね、現象も人生の中に起きる出来事の中に一旦立ち止まるタイミングってあると思いますよね。で、例えばね、人間の体を3等分にこうすると、首から上の触りがあるとか神ごとで、胸から、腰にあたりかけては先祖ごと、で腰から下は、土地のごと、自爆霊などが影響するって、そういった現象があってね、さまざまな人との出会いによって先祖がいろいろと教えてくれることが結構あるね。一概にこう病気ってね、その部分って考えがちだけど、実はメッセージ性があって、それによってね、仕事なんかもこう休んだりっていう休養期間ができたりとか、いろんなことにこう病気ってのはメッセージ性があって、そこでハッと気づくことによっていろんなことがこう展開されてくるっていうことですね。まさにね、今回のご縁のね、つながり方からしても、ご先祖様からの導きとか、こうメッセージ性っていうのを本当に感じざるを得ませんよね。どなたにでも先祖っていると思うんですけど、先祖がどんな人だったとかね、ルーツをたどることによって今自分がやるべきことに気づいたり、先祖からの恩恵をいただいていることもあるんですよ。本当にそうですね。ということで、ご先祖様のお導きにより、今まで知らずにいたお墓にたどり着くことができたので、まずは一人ずつご挨拶させていただきました。あれ、なんかこの動画の中で光の加減でなんか映ってるように見えるんですけれども。そうですね、子孫の方と共にご挨拶に伺ったご縁のある人たちを見守ってくださって、そのご先祖様がお姿を見せてくれ、それとですね、右の、ね、下の方にもこう兜をかぶった、ね、方も映ってますね。映ってるのってお一人だけじゃないんですか。そうですね、こういった現象って結構光の、ね、いたずらでいろんな形に見えたりして、ね、いろんな存在が映ってるもんなんですよ。でそれは結構見守ってくれてるんで、決して怖いものじゃないんですよね。お墓参りの時、手を合わせるだけよりお経を唱えた方がやっぱりいいんですかね。そうですね、お経にもね、やっぱね、意味がありますし、それに経の音、自分を読むんですけど、お経自体をね、ダーッと読む時にその自分の声、振動を震わせるっていうのが、ね、すごくポイントになっていて、うまい下手じゃなくてね、自分の思いをお経に乗せて、先祖のエネルギーをよりね、深く受け取られるようになると思うんですよね。なるほど、そういうことですか。お経がない宗派の場合とかは、ご先祖様への例えば感謝の気持ちとか、そういったものをこう伝えるっていう感じでもいいんですかね。そうですね。あと、ルーツをたどるのって家系図とかが残されてない限りちょっと難しいですよね。私もそう思うんですけれども、私の場合30年ほど前になるんですけれども、山梨甲府に遠い昔の先祖のお墓があるって直感で感じたんです。無性にお墓参りに行きたくなったことがあったんです。でもその時どこに行けばいいのか全く分からずに諦めたことがあった。今は分かってるんですか。はい、それから30年ぐらい経って、会の善光寺に参拝に伺わせていただいた時に、あ、ここだとストーンとこう魂に響いて、ご先祖様の墓石の前にたどり着けたことがあったんです。ルーツってどこまで調べるかっていうこともあるんだけど、自分の場合のルーツをこう調べてた時には、まず両親、母親の、おじいちゃんおばあちゃん、その先の大体2代3代ぐらい前、調べて、その後にだから何をやってたか、どういう職業をやってたかっていうのを全部書き出して、でその上にどん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 こう分かっていくと思うんですけど、それ以上になって分かんなくなってしまうんだけど、そういった部分で、まあ自分のルーツもそうだけど、周りに友達とか友人とか、職場の先輩だったり上司だったり、そういう人たちっていうのはいろんな部分でのルーツの関わりでこうつながってるような感じもするんで、でいろんな人と出会うことによってそのルーツに
たどり着くことっていうのがね、時間かけて気づくことも出てくると思うんですよね。今お話聞いてて、ね、自分だけのルーツっていうところで遡ることしかちょっとイメージなかったですけど、そのお母さんとかお父さんたち、おじいちゃんおばあちゃんの周りの友達とかも意識するっていうのも、ちょっとなんかこう目から鱗のお話でしたね。そこもちょっと意識してちょっと遡ってみたいなって思いました。あとまあ本当にやっぱりお話聞いてると、今ここに自分が生きてるのって、そういったご先祖様がいなければ存在できていないってことですし、まさにご先祖様と自分も人と人とのつながりの中で次の世代へと受け継がれてきた命なんだなってことを改めて気づかせていただきました。本当に、ね、ルーツっていうとね、そういった部分で例えばその過去に源平の時代で敵味方同士だったっていう部分で結婚してる人たちもいるし、だからそういうのでこういろんな分敵味方系の中だったり、もう前世で生き別れになってどうしても今世に会いたいっていう部分で会ってる方もいるんでね、やっぱりそういったね、こう人生で立ち止まる瞬間があった時はやっぱりそうやってご先祖様のルーツをたどってみたり、お墓参りに行ったり、行けなくてもご先祖様への感謝の言葉を伝えたいなっていうのをすごく思いました。そして最後に今回は子孫の方からメッセージをいただいているのでご紹介いたします。はじめまして、子孫の真由美と申します。私が小学生の頃から父にご先祖様のことを教わっていたので、いろいろと気になっていたところで、日光東照宮近くにある殉死の墓に先祖がいるとずっと思っていたところ、運徳春英さんからそこではなく上野公園近くの源流院にいるとのことをお聞きして一緒に行ってくださいました。源流院の中に入り歩いていくと涙が自然と出そうになり、先祖のお墓の前にたどり着く頃には涙が止まりませんでした。ご住職さんからのお話でこちらに遺骨も眠っているとのことでした。お墓の前で今の私が生きていることの感謝の気持ちを伝えました。先祖は徳川家光公の家臣としてものすごい努力をした人物です。先ほど源さんが先祖のルーツのお話をしてくださいましたが、私も私の父も祖父も努力家です。そこは受け継がれているような気がしました。先祖に恥じないよう私も頑張りますので、先祖の内田正信さん見守っていてください。源さんが紹介してくださっている自然とつながる5つの気候法や源さんが手作りされているテラヘルツ製品については概要欄より源さんのホームページをご覧ください。自分で自分を整えられるきっかけとしてぜひご活用ください。本日もご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。